ザ・バルブスオフィシャル YouTube をご覧の皆様、こんにちは。あるいは、こんばんは。ドラムのアキラです。今回はですね、タイトルやサムネにもありますように、二つ、告知があります。はい。では、まず、一つ目の告知なんですが、こちらはですね、うちの、ファズ神様がですね、以前に言っていた、ファズを、自作のファズをですね、プレゼントしようという企画ですね、こちらの方を近日、やりたいと思います。よっ！はい。その詳細のですね、動画、過去に、上げてる動画なんですけれども、まずちょっとそちらをご覧いただきたいなと思いますので、そちらをご覧ください。どうぞ！前に別の動画で俺が自分で作ってるエフェクターには癖があるみたいな話が出まして、エフェクター作ってプレゼントしてみるみたいな話が出たと思うんですけど、まあ、実際欲しい人がいるかね、ちょっとわかんないからあれなんですけど、とりあえずね、作ってみました。はい。まあ、こんな感じなんですけどね、ちょっとケースがあり合わせの他のエフェクター入れてたやつなんで、穴開きまくってるんですけど、はい、ちょっとね、作ってみました。なのでね、ちょっと、とりあえず音を聞いてもらおうかなと思います。はい。でね、もしね、欲しいって人がね、本当にいるんであれば、一言でいいんでね、なんかコメントとかつけていただいたら、実際ね、どういう形でプレゼントにするのかとか、ちょっと真剣に考えますんで、はい、ぜひ、よろしくお願いします。とりあえず、サウンドを、トーンベンダー系的なやつですね。はい。結構扱いやすい感じにできたんじゃないかと思ってます。まあ、そんな感じでね、これ、作ってみたんで、欲しいな、気になるなっていう人は、ぜひコメントをよろしくお願いします。いかがでしたでしょうか？まあ、ジャンさんがですね、なんていうんですか、もう精魂込めて、自作のファズを作ったということでして、まあ、YouTube のね、コメントとかでも結構ファズ神ジャンファンというか、はい、そういう人たちが増えてるような状態なんですけれども、まあ、ジャンさんがですね、もう、これはいいだろうというようなサウンドになっておりますので、そちらの方をですね、欲しいという方は、ぜひぜひ、こちらのコメント欄でもいいですし、まあ、ツイッターのですね、概要欄に書いてあります。ツイッターに DM していただければ、そちらの方から、まあ、厳正な抽選の上、まあ、1個か2個か、はい、こちらの方をプレゼントさせていただきたいなと思います。ただですね、実際プレゼント企画の動画も近日上げるんですけれども、まあその際にも詳しく説明はすると思いますが、まあできれば、弾いた感想をですね、まあなんていうんですか、できれば音にとっていただくですとか、あとは、まあ一番は、まあ我々の、まあ近隣のね、まあ我々東京なんですけれども、まあ近隣の、方でしたら、スタジオに来ていただいて、まあ一緒にね、まあやれたらいいなっていうふうには思っております。まあ、それが難しいということでありましたら、手元をね、取っていただいたりですとか、あとはまあ、コメントでも最悪いいのでいただけたら嬉しいなということですね。まあ、そちらの方を紹介させていただきたいと思いますので、はい、そちら、まあ、最悪本当にテキストでメールでもいいので、感想をいただけたらいいかなと思っております。まあ、そういったね、企画をやっていきたいと思います。で、まあ、ケースとかがね、既存のもので、ジャンさんが作ったので、もしかしたら、
うちのね、貯金やってる方がいますので、メンバーで。はい。もしかしたらすごいかっこいいものになるかもしれない。まあ、その辺も、実際のプレゼント企画動画の方で、詳しく、やっていきたいと思いますので、ご期待いただければと思います。はい。どうなんですかね。結構、最初にちょろっとその、以前上げた動画の中では、皆さん、欲しいとかね、実際のその本編の動画よりも、自作の音が気になったとかっていうコメントもいただいていたので、まあなんていうんですかね、そこに需要があるのかっていうのは分からないですけども、まあおかげさまで登録者数もぐんぐん増えておりますので、ありがとうございます。本当にそういったところの少しでもね、気持ちを還元していきたいなというところでのプレゼント企画になっておりますので、いろいろ参加していただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。ファンフィキタスティックジャラス、続いて2個目の告知なんですけれども、こちらはですね、まあうちの、まあ、またファズ神様ジャンさんなんですけれども、まあいろいろね、まあカジさんが上げてる動画でもそうですけれども、まあ結構マニアックというか、まあちょっと、まあいろいろね、バンドだったりとか、あとはプレイヤーの経験をもとにですね、現場で生きる知識みたいなものをこのバルブスチャンネルでは発信していってるんですけれども、まあ、その中でですね、ありがたいことに、まあ、いろいろコメントで質問とかをいただいてるんですね。まあ、ギターの音に対してとか、あとはそのテレキャスとかストラットとか、こういう風にどうやったらいいんですかみたいなものをいただいてるんですね。はい、そんな中で、まあ、ジャンさん結構律儀にコメントでしっかり丁寧にテキストでは書いているんですけれども、まあ、ちょっとテキストだけだと、もう分かりづらかったりですとか、イメージが湧きづらいっていうことがあると思うんですよ。なので動画でもうその質問をですね、ジャンさんに答えてもらおうと、実際音出しながらっていうところで、教えてジャンさんという企画をやりたいと思っております。なのでコメントでも全然いいです。この動画でもいいですし、まあ、もしこの動画のコメントとかであんまなければ、はい、過去の動画の質問ですね。まあ一応テキストでは答えてるんですけれども、まあそういったところを拾ってきて、まあ実際こういう質問が来てますよと、バズ神様に上申をしまして、はい。そこでしっかり音を出しながら、こういう風にしたらいいですよ、こういう時はこういう風に気をつけてます、みたいなものをね、答えてもらおうかなと思っております。なので、この動画が上がってから、この動画のコメントでもいいですし、何か新たに本当に、ジャンさん、カジさんになんか聞きたいこと、まあ僕でもいいんですけれども、聞きたいことがあるんであれば、まあそこの方で質問に答えていこうかなということですね。はい。なので、概要欄にあります、まあツイッター、まあ我々のオフィシャルツイッターですとか、そういったところでもいいです。そういったところの、DM にして、送っていただければ、そちらの方の質問をですね、まあ数がもし多くあった場合は、まあ全部をちょっと時間内に答えるのは難しいので、抜粋してですね、そちらの方を答えていこうかなと思っておりますので、まあその辺気軽にですね、お便りいただければ、ギターのことでしたらうちのファズ神ジャンが答えますし、はい、まあ、ドラムのこと、まあ、僕そんなね、理論派じゃないというか詳しくないんですけれども、まあ、分かることであれば答えますし、まあ、自分のね、単純に、まあ、我々の、まあ、プレイに気をつけてることですとか、まあ、個人的なことでしたら全然答えられますので、まあ、そういったところでもどしどし送っていただければなと思います。ということで、以上ですね、2つ告知という形になりましたので、そのファズのプレゼント企画とですね、もう1つ、教えてジャンさんということで、まあ、ギター、まあ、限らずですね、バンドのこと、まあ、ドラム、ギターですね、まあ、そういったところ何か、あとはまあ個人的なことでも、まあ、答えれることでしたらですけど、質問いただければと思いますので、そちらの2つの企画がもう控えているということになりますので、まあ、そちらの、まあ、告知ということになります。なので、どしどしですね、オフィシャルツイッターの方の DM でもいいですし、動画のコメントでもいいです。こちらの方いただければ、そちらの方やっていきたいと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい。では、告知は以上になります。まあ、引き続きですね、チャンネル登録、高評価していただければ励みになりますので、よろしくお願いいたします。まあ、おかげさまでですね、もう1500人も、まあ、目前というか、もう、いろいろ見ていただいて、本当に感謝でございます。はい。ということで、まあまあ、我々がね、引き続き、これいいんじゃないかとか、
これ面白いねっていうのをどんどん上げていきたいと思いますので、ご期待いただければと思います。はい、では、本日は以上、ドラムアキラがお送りいたしました。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。